ぎよ、ゆうまえです。やっほー。今日はですね、どん、よいしょ、カルディに行ってきました。最近カルディが私の中で来てるんよ。なんかもう最近も生理前でめちゃくちゃ食べてるから、ちょっと調整しようと思って、そういう私みたいなこう節制中とかダイエット中の方々におすすめしたい商品を今日はこちら買ってまいりましたので、ご紹介したいと思います。はい、1点目はこちら、こんにゃくそうめん。これね、水洗いするだけなんですよ。夏の今からの時期にめちゃくちゃいいと思います。カロリーは 150g あたりで14カロリーで、糖質 0.9g。 神かよ。まあ、なんかそうめんって書いてるけど、まあこんにゃくですね。こんにゃくだから、こんにゃく麺とか全然気にせず食べれますっていう人は、これはもうめちゃくちゃにおすすめです。なんて言ったって14カロリー。はい、次。2点目。こちら、ロカボナッツパウダー with きな粉。手軽にタンパク質が取れるんで、もうほんまにおすすめです。カルディってロカボ商品が結構あって、ロカボナッツとか、ロカボクッキーとか、めちゃくちゃ品揃えがあるんで、ぜひぜひね、ロカボ商品見ていただけたらなと思います。これな、よいしょ、これこんな感じ、もうきな粉なんですよ。これさ、ロカボナッツを粉末化させてきな粉とかとこう混ぜてパウダーにねしたものなんですけど、これ低糖質やし高タンパクやし、めちゃくちゃおすすめです。最近は私いつもこれとヨーグルトとバナナとかでね食べたりとかしてます。はい、次、こちらバターコーヒーパウダーです。これは普通のあのバターコーヒーなんやけど、これ MCT パウダーとかも入ってるから、便秘とかにもねちょっと良かったりとかもするし、なんて言ったって夜中お腹すくやんか。で、夜中お腹空いた時にもうこれをね飲むと結構満たされるからおすすめ。500円弱もあんま払われへんわって思ってたんやけど、これをね友達におすすめされて買ってみたら結構良くて、もうこれもリピート商品です。中はね10袋ぐらい入ってたはず。2、4、5、8、ビンゴー、10袋です。次、こちらお魚チップス青サージ。これはね小麦不使用なんですよ。グルテンフリー、グルテンフリー生活をしてる人とかにめちゃくちゃおすすめです。こんな感じでめちゃくちゃ軽いんですよね。結構薄味なんですけど、歯ごたえがしっかりしてるからもうめちゃくちゃいい。こういうチップス系でさ、小麦粉使われてないの嬉しいですよね。次、こちらこんにゃくせんべい。これも同じ感じなんですけど、これ一袋食べて56カロリー。なんか食物繊維とカルシウムたっぷりみたいなんで書かれてあったから買ってみました。これは今日初めて買ったこんにゃくせんべい。なんかローソンとかにもあるよね、こういうこんにゃくせんべい。うお、こんにゃく、こんにゃく感出てるで。うまい。美味しすぎやろ。何これ。これ全部食べても56カロリーやし、飲み物と一緒に召し上がっていただくとなお満腹感を得られることができます。書いてる。さあ、ビヨッと。めちゃくちゃ美味しい。さあ、美味しい。うん。続いてはこちら、玉ねぎドレッシング。これ2本目。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。めちゃくちゃいい。こういうさ、美味しいドレッシング使ったらさ、サラダを食べるもさ、めっちゃ楽しくなる。楽しくなる。ドレッシングで全然変わるから、おすすめです。ドレッシングね、迷ってる人とか、何のドレッシング使ったらいいかわからんみたいな人おると思うんですけど、これ一回使ってみていただきたいなと思います。次、こちら、ソイプロテインカフェモカ味でございます。私今までこのスリムアップスリムのこういうなんかこういう置き換えみたいな感じを食べ過ぎた次の日に飲んでたんですけど、私これのココアがめちゃくちゃ好きなんですよ。今ちょっと切らしちゃったんですけど、また見つけてしまったんですよ。食べ過ぎた次の日の朝ごはん置き換えとか、そういう感じで調整しながらするときにこれをね、今後ちょっと試していこうかなと思います。次、こちらトマト缶。カルディ好きな人は知ってるんですけど、このトマト缶100円やのにめっちゃトマトの味するんですよ。結構濃いめなんで、もうこれ重宝、もう大活躍するんですよ。100円やから買いやすいし、しっかりとトマトの味もするから、コスパはね、コスパはめっちゃいいと思います。てか毎回買ってます、これ。おすすめです。次、9点目はですね、こちら杏仁豆腐。これも特にダイエットっていう感じじゃないんですけど、カルディの人気商品で、これをね豆乳パックのアイスと一緒で、これを上に上げて凍らせてその食べるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよね。
で、これもうほんまにちょっと一回カルディに行ったら一回は食べてほしい。これもう満足感半端ないんですよ。めちゃくちゃ美味しいからもうこれ次、低糖質生スパゲッティです。ダイエット中もさ、麺食べたいっていう日あるじゃないですか。でそういう時はそばか、もしくはこういうね低糖質のパスタを食べるんですけど、これ美味しかったんですよね。もうダイエッターの味方です。ぜひ次11点目、ラストでございます。11点目はこちら、プルーン。プルーンは趣味何でもいいんですけど、最近、バナナとプルーン2個とヨーグルトと水を混ぜ合わせたジュースみたいな、もう朝にたまに飲んだりとかして、これめっちゃ美味しいんですよね。しかもプルーンって便秘にすっごいいいんですよ。もうすごくいいのでめっちゃおすすめです。便秘の方にプルーンは。はい。で他にもさっき言ったロカボ系の商品やとか、あとオートミールとか、なんかたくさんこう健康志向な商品がもうめちゃくちゃあるんよ。カルディ今までカルディイコール紅茶とかティーとかコーヒーとかっていうイメージがあったんですよね。紅茶とティーって一緒か私そんなにそこまでそういうの好きじゃないから敬遠してたんですけど、もうなんかこういう商品があるっていうのを知ってから、もう見るのがほんまに好きになって、カルディぜひね、ぜひぜひ一度寄ってみていただけたらなと思います。ということで今日の動画はここまで、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。いやーほんまにほんまにさ、こういう商品って嬉しいよな。美味しい。罪悪感ゼロすぎて笑ったって感じ。また明日も楽しみましょう。バイバーイ。